に来てくれたの？嬉しい。やり玉だー。大変だなんだ。開幕からやかましいな。ってことで麻雀するぜ。唐突すぎるだろ。前のコンパス動画で言ったけどかなりハマっちゃってて。電子まで結構かかったけどな。ってことでちょっと実力を見せてやろうと。それにしてもこの子可愛くない？いい朝だねー。今日も一日頑張ろう。うん、そうだな。その子夏イベのミッション報酬で手に入れた子だろ。そうそう。ちなみに声優さんは小原好美さん。どんだよーの人だよ。名前で言えよ。あとオープン主が大好きなサマポケの白羽ちゃんとかね。サマポケ懐かしいな。あとこの子誕生日が9月9日らしいのよ。どちらも一つ下げればオープン主と一緒だったな。さて、なんか、マークついてたから見てみたけど。秋の贈り物だって。これ背景ですの？なんだその口調。ってことで変えてきたよ。めちゃくちゃいいじゃんこれ。なあ、二次創作 OK って言ってたからオープン主なんか作成したらいいんじゃないか。みんなの反応で考えます。ってことでそろそろやっていこうと思ったけどコインが足りないのでどうのも行きますね。見当めてから取れよ。ちなみに全身になったとはいえまだよくわかってない状態なのでよければいろいろ教えてください。相手みんなジャン仕上がってないじゃねえか。大人げないわ。やかましいわ。悪かったな。後発が2つ来た場合持って自敗捨てていこう。お前東だから南もシャーもペイも必要ないだろ。でも様子見したいんでマンズの息捨てます。自敗捨てろ。これは発が2つあるから泣いた方がいいな。普通にクレバリー1狙って作ってくのもいいし。誰か捨てろ。私によこせ。いやだこのジャン氏。ドラがソーズの5、ソーズの赤ドラが来てくれればいいが確率は低いだろうな。いやお前でかすぎるわ。誰が望むか。よ自敗捨てろよ。果たして発は今どこにいるのだろうか。発ポンしたらとりあえずはシャーと南捨てても大丈夫そうね。これで南と西の人の邪魔にはできるが、西の人が開幕ソーズの息捨てたから意外と揃ってるかもしれん。タニャオ中狙いかな。お前が持ってたのか。やっと出てきたな。よしやっと進んだ。ここから攻めてくよ。攻めすぎてロンされないようにな。ピンズが揃ってきたよ。あとはマンズとソーズが今の場の隣か同じ牌がくればワンチャンいけるぞ。オッケー。ソーズがいい感じに揃ってきた。下の人がマンズの9捨ててくれればいいな。いやみんなのスタンプ反応期待してるよ。お前は何しに前奏に入った。よし即上がってやるから見とけ。誰だソーズの5持ってるやつ。はよ出せや。いやあれから誰も反応がないの。めっちゃ草なんだが。さ早すな。マンズの6か9もクレバロンができるんだがそれすら来ないな。なんでいやあ。あと19のとこで西の人がリーチ。もはや運営からも嫌われてるのではないかという説がここに発覚した。あこれ捨てても大丈夫だよね。ロンはされなかった模様。頼む3の倍数のピンズ捨ててくれ。きたー。それロンで。おーちょっと多い点数。まさかギリギリでロンできるとは。マジで危なかった。よしこのまま1位も足せるよ。果たしてお前にできるのか。できるよ。チャンスやぞ。やかましいわ。いやまた私親でしかも初2つ。またかよ。とりあえず無難に白捨てようかな。無難。さて白と東を捨てた後どうするかだな。ソーズとピンズはいい感じだがマンズがごっちゃしてるな。まあ選択肢が増えるから悪くはないが。赤ドラのマンズ残しておきたいな。左隣の人がマンズの3か6くればチーできるから捨ててくれることを願うしかないな。初捨ててくれたの助かったから今回も頼むぞ左隣の人。そういうゲームじゃないだろ。いやソーズかい。でもいただこう。東捨ててあとは様子見か。最悪ピンズ捨ててもいいかもな。お望みのパイ捨ててくれた。もう左隣の人涙目やぞ。これピンズ捨てていいな。捨てちゃおう。うわなぜシャークルンだ。いや先にピンズ捨てるのかよ。それにしても多分南の人以外揃ってるな。まあでも序盤から順調に揃ってきてるから今回も上がれるよきっと。調子乗ってると痛い目見るぞ。さてマンズの7が来てほしいところだけどこれ来るんかな。戻ってきたー。なんと捨てた奴が戻ってくるというヒゲチャンされたー。さらに相手に有利ももたらしました。クソあいつすでに3つ持ってたのかよ。急に勝敗がわからなくなった。前からわかってねえよ。よし来た、これあるよ。だが初が来てないから役なしのままだ。早く出せよ左隣の人。持ってると確信できねえだろ。まあでも大丈夫でしょ初くればこっちのもんや。ロンニャ。結局初が来ないまま他の人が上がりました。運営ごらり夫人にもいい加減にしろ。運営は悪くねえんだよ。今度は白が2つか。マンズの4、ピンズの2、ソーズの4、そして白がそれぞれ2つずつ。トイツが4組あるからこれ、チートイツいけるんじゃね？確かに、攻めてみようかな。いやお前かよ。でも念のため持っておこう。おお。うん、これは取らないでおいて。きたー。これ本当にチートイツいけるか？頼む一発来い。点数を加算してく。残念ながら殺敗がキテロンされチートイツという役は甘くないということを思い知りましたね霊夢さん。そうだねー。この後もチンイソーを狙うもなかなか揃わないまま相手に先に上がられる。そして順位は右隣の人が1位のまま、霊夢は2位のままオーラスへと。だがしかし点数差によりまだ1位は狙える。果たして霊夢は最後の最後で大逆転し、1位になれるのか。
さて、霊夢さんオーラスなんですが1位取れないとだいぶ恥ずかしいですよ。だ、大丈夫ここまで不運だったからそろそろ幸運が降りてくるよ。そういう思いが不運を呼び起こすんだぞ。うるせえ運なんて操作できないんだよ。さあ、手配がちょっと微妙だけど。ちょっと攻めるしかないかな。とりあえず自敗は最初捨てて様子見じゃね。いや、相手マンズを押してる。なんで？大丈夫だって。まずこれが正しいかもわからないんだから。ほんとなんでジャンシに昇格したんだ。とりあえずソーズの6が来たから1捨ててマンズを消滅させればいけるか。いや、先に自敗捨てろよ。東の人序盤ピンズの8捨てたから、ちょっと要注意ね。これもう誰かがリーチなると終わるな。いやでも西の人がロンされればワンチャン1位になれるかも。まあ確かにそうかもしれないがそんなうまくいくんか。うまくいくかどうかじゃなくてやり遂げるのだよ。そうだね。で、マンズの3が来たみたいだが。次自敗捨てるわ。よろしいってかしゃあもう2つ捨てられてるじゃん。だから前から捨てろと言ってたんだ。そもそも南以外いらないだろ。まあまだわからないから今からでも遅くないしだ。終わったわ。いや諦めるの早いよ。そう、発感は強すぎるかはわからないけど。調べろ。お、マンズの5だ。マンズが揃ってきてるな。あとはソーズをどうにかしないとだが。とりあえずペイ捨てて邪魔をして次はシャーね。ドラ次第で自敗を全部捨てても問題ないだろう。そんなうまくいくかな。何もう弱気になってんだ。もしかしたら東の人がもう揃ってるかもしれない。急に心配性にかかったんか。数秒で何があったんだよ。あ、でもソーズの6来た。いけるかもしれない。感情の変動が激しいな。あ、勘ができる。まさかもう一個来るとは。来たー。まさか勘した後に南が来てリーチになるとは。もしかしてこれ来るのか。さあ遠慮せずに出しなよ西の人よ。それだけ聞くと変人だな。さて、発感されて少し焦ったけど上がれる気はなさそうよ。そういうこと言うから負けるんじゃないのか。ふん、リーチになればこっちのものだ。ピンズの1か4持っているのだろ。西の人。お前西の人に何の恨みがあるんだよ。てか今思ったけ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 。来たー。嘘だろ、本当にいけんのかよあんなにフラグ立てたのに。だから信じろと言ったではないかマリサ君よ。うん、初耳だね。ってことで最後の最後でさよならロンジャイ。ホームランみたいな言い方するな。あれ？あれれ？私、もしかして1位？ってことでいかがだったでしょうか。まあ堂のお部屋だったから楽勝ね。危うかっただろうが、もしかしたらまたジュンタマ実況するかもだからよろしくです。ご視聴ありがとうございました。